M20D は今までのタクとは考え方がそもそも違う感じになるので、今までの普通アナログタクだと縦から順番にチャンネルストリップの並びがあって、その下にフェーダーがあるっていう考え方がそもそもあって、その中でオペレートするっていうのが基本だったんですけども、その考え自体もなくなってくるような、まずフェーダーがないっていうのもありますし、基本的にロータリーエンコーダーで全部操作していくっていうところもあって、ただ逆にすごく可能性があって、自分の使い方次第でいろんなセットアップができたり、あと仮設の場所にすごく向いていて、パッと持っていって、いろんな設定をすぐ読み出すことができるというのがすごく便利なところで、例えば EQ とコンプレッサーの並びがどういう順番になっているのかだったり、ある程度のローカットの設定だったり、頭のマイク V のレベルの取り方だったりっていうところも、あとアイコンですねとか名前の付け方とかも含めて保存がしておくことができるので、ドラッグアンドドロップをそれをするだけで簡単にタグの設定を読み出すことができて、セットアップもすごく短い時間で済むというのも便利なところですね。サブタグとかにもすごく向いていると思っていて、スペースがすごく小さくて済むのが便利なところで、この大きさで16チャンネルですけど、例えばすごくスペースが限られた、ステージ上でのサブミックスを作らなきゃいけない場合だったり、ツアー中に機材を持ち運ばなきゃいけない場合とかでも、それこそちっちゃいバッグ1個で運べるので、可搬性がすごく高くて、逆にそれでないとできないことってもできてくるんじゃないかなっていう可能性がすごくあるんではないかなと思っています。プロのエンジニアでも、そうじゃない人でも、このタグを使えるっていうところの面白いところだと思うのが、クイックモードとディープモードがあるときに、クイックモードがすごくとっつきやすくて、視覚的に音を捉えることがすごくできて、そこでプロじゃない人でも聞いた感じで自分の思っている感じだったり気持ちいい感じだったりっていうところに、目で見た感じで、追いつくことができるっていうのが、分かりやすいところだと思います。逆にエンジニア、プロのエンジニアが使うときだと、ディープモードを使うと、普通のアナログタクだったりデジタルタクだったり使えるような、オペレートがすることができる、いわゆる普通の EQ だったりコンプレッサーだったりっていうふうなのが装備されているので、そこは今までのタクと同じ感覚で使えるっていうところが、その両面を持っているというところが、このタクの面白いところではないかなと思ってます。